ピカットアフリカ開発会議は2日目を終え、安倍総理大臣は晩餐会で和食を振る舞い、アフリカ首脳に日本の味を PR しました。アフリカの首脳を和食でもてなす総理肝入りのメニュー、今、料理長による最終チェックが行われています。パーフェクトですね。彼らがこれやったら喜んでもらえるやろうという献立は作りますけどね。 晩餐会で振る舞われたのは桜の葉で包んだ和牛を塩釜焼きにした一品など国産の素材で作られたコースメニューと日本酒や焼酎です安倍総理がアフリカ首脳に和食を紹介したいと2ヶ月前からメニューが検討されたということです日本には同じ釜の飯を食うという言葉があります今宵は皆様とティカッド20年の 歴史しかし、ティカットは3日、最終日を迎えアフリカの経済成長を支援し日本企業の投資を促進することを盛り込んだ横浜宣言を採択します。